今回は、くぐり体育を紹介します。くぐり体育なんですが、まあ、その名の通り相手のジャンプをくぐって体育する体育です。で、こういうジャンプの着地際って、実はこれ着地際ぴったりだと、ガード不能になるんですが、くぐり体育の場合もそのガード不能を狙っていきます。アンケルでやるの非常に、アンケルで狙うのが非常に難しくて、まあ、こんな感じの体育なんですが、アンケルで狙ったりするのも本当難しくて、真下にいれば入れないと、これが、このローが暴発したりするので、非常に難しいです。難しかったらこういうふうなコンボでいいと思います。発動コンボとか。まあ、レバー4分の1回転の、必殺技がつながるキャラとかはやりやすいと思います。これ非常になんかもう、なんていうかね、ベテランプレイヤーの象徴のようなプレイで、ね、これができるようになると相当な戦略がになります。アイルの場合、しゃがみシーンもあるんですが、しゃがみシーンでくぐり体育は結構厳しそうですね。できなくもないと思うんですが、やってるのを見かけたことがあります。というわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。